ね。ただいま帰りました吉田寛治です。毎度、さあ始めます、きっと大丈夫、あなたもきっと、うまくいくということで、まあ全ての出来事は想定内ということで、まあ生きていきましょう。まあどういうことかというと、まあいろいろ、まあ小学校中学校とまあ高校まあ行っている人とか、大学出て行って社会に出ていく人とかいると思いますが、で社会人になって、そういった中でまあいろんなことが、起きていっていると思います、いいこと、いや、辛かったこととか、思います。まあ嬉しいことも楽しいこともね、苦しいこと、辛いこと、まあでそのなんだろうな、僕思うに40代とか30代後半とか40代って結構そういったなんかいろんなことで今後どうやって生きていくべきなんだろうかっていう悩みが結構多いっていう、ところが、まあ、SNS とかそういったところの部分で見ている中で、まあ、直接、話したりとかする中で、結構多いと思うんですよね。そういった方への、ちょっとメッセージというか、まあ、そういった方に向けての動画になるんですが、まあ想定内、つまりどういうことかというと、未来に向かって、まあ、今後、あなたも僕も生きていくわけですよね。でその未来がそのもちろん自分のなりたい自分とかに あるわけじゃないですか、まあ、僕もやっぱりあるわけなんで、ですやっぱりその誰しもがそういったところに、まあ、もちろんたどり着けばいいんだけど、そうとも限らない、ですよね。だけどそうやってたど、り着こうと、やっている、のがまあやっぱり現実です。でその想定内っていうのは、まあ、どういうことかっていうと、いろんなところ、いろんな悪い部分とか、例えば極端な話なんですが自分のまあ、目標に向かって生きていくわけなんじゃないですか。そういった中で例えばその、まあ、いろんなことが起きて、例えばね、まあ、僕も実体験なんですが、いろんなネット商材とかそういうのを、買って、本当はお金を持ちたいとかっていうのがあったんですが、そういったネット商材とか詐欺とかね、にあって、結局何百万とかっていう借金を背負うっていう、まあ、こういう苦い思い出があるんですけども、そういったこともやっぱり結局想定内にしておくんですよね。今後、こういったことが起こるんではなかろうかという感じでです、今後生きていく中でそういったことが起きてきた場合の起きた場合もうあらかじめ想定内にしているもんで、ああ来たか来たかっていうことで、そういったことは、自分にとって必要不可欠な出来事、だと思うんですよ。で、まあ、過去の自分も振り返ってもそうだと思うし、そういうことがなかったら今の自分がないもんで、だからそういった最悪だと思われる、例えば仮にですよ、仮に僕がまあ、ホームレスとかそういった、まあ、生活を余儀なく、されたと、したとしても、それを想定内にしておくんですよね。そういった場合、そういったことに、になった時に、まあ、どういうふうに今後生きていくかっていうところが重要なわけであって、
大丈夫大丈夫、僕もあなたも同じ人間です、成功している人も、成功してない人も、同じ人間です。目と鼻と口があって、同じ人間なんですよね、だから必ずあなたもできる、ということですね、あと一つちょっと言いたいことがあったんだけど、結構なりたい自分、なりたくない自分っていうのは、結構人それぞれあると思うんですが、必ず、あると思います、それをノートとノートで、まあ、紙一枚用意してもらって、まあなりたくない自分書くわけなんですよね。何でもいいんですけども、思いつくままに本当にパッと瞬時に、何も考えずに、本当に、スーッと、例えば僕だったらまあ毎日、何時間に縛られることなく、自由な時間を過ごしたいっていうのがあったりとか、人にねペコペコ例えばお辞儀しながら、生きたくないとか、人に支配されたくないとか、そういったやりたくない自分があったりとか、そういったことをまず書いていくわけなんですよね。で、やりたくないことをまず書いてみる、できるだけ、書けることなら多く書いてみて、その次に、何の制限もなく、あなたは魔法のランプを持ったかのように、何でも叶うと、何の制限もなく、地位も名誉も、財産も、何でも叶うと、したならば、こういうことがやりたいとかって、やりたいこと、今後やりたいことを書いていくわけなんですよね。そうすることによって、それがなんと実現する可能性がかなりの確率で、何パーセントか分かんないですけど、僕が知る限りでは、昔ちょっと書いたことで実現したことが、その家庭はどうであれ、そういったいきさつはどうであれ、そのマンションを購入したりとか、ある人との出会いが実現したとか、っていうことが、本当に実現、書いたことが実現したっていうのがあります。まあパーセンテージはで言われると、まあ何パーセントかっていうのは、まあ分かんないですが、書いたことは本当にでも一つ一つ実現していくっていうのが、なんか不思議かな、そういうこと、そういったことがあるわけで、ということで一回ノートに書いてみてくださいませませ。でも超シンプルなんで、もうすぐにでもできると思うんで、まあこれはやらない、理由はないと思います、ね、そうすることで不思議なことが起こってくると思います。気づいた時にはそれが叶っているっていうところですね。はい、常に前を向いて進んでいきましょう。ということで、簡単ですが、いいね。バイバイ。またいろんな出会いを、楽しみに、して、また明日、生きて過ごしていきたいと思います。では、ありがとうございます。バイバーイ。